マラカナンチ、こんにちは、ミクラマラです。マラカナです。さあ今回はですね、マザーズバッグの中身をご紹介したいと思います。イエーイ、知りたーい。いやどうかな、最近だって結構お出かけするもんね。まあ、でもそんな長くて3時間とかぐらいの外出をイメージした中身になっております。3時間でこれ、おばらかなんち。いや3時間、結構荷物が多いのよ。そうよね、結構心配性だもんね。そう、このカバンまずめっちゃ可愛いんだけど。そう、まず欲しい、バッグから。そう、めっちゃ可愛いのに。これ、これはエンジェリーベっていう、あの授乳服とか、あのマタニティ服の専門のお店があって、それで私はネットで買ったんですけど、これね、16ポケットあるのよ。そうなの。外に1、2、だから3、4、5、6で、中にもすごいいっぱいポケットがあって、見せて。と中もこの水色のやつも星になってて、めっちゃ可愛い。このバッグ、まあ5、6千ぐらいだったんだけど。これお得よ。そう、お得なの。で、すごいふわふわで、まあ、持ちやすくて、軽くて、ポケットいっぱいで、同じ柄の巾着袋、と同じ柄の、あのおむつ替えシート。めちゃめちゃいいやん。何それ。おむつ替えシートは家でめちゃめちゃ使ってる。家に置いてきたけど、あれね、これは結構おすすめかも。荷物が多い人は、カバンも重かったらめちゃめちゃ重くなるから。確かに、これだって軽そうやもんね、カバン自体。カバン軽いから、私でもいける。中身教えて。カバンはそんな感じで。カバンいいよ。中身そんなに何入ってんのやろうっていう。何入れたんよ。まずは、おむつポーチ。はい、かわいい。これは私のもう好きな、ディモアね。ディモアで買ったおむつポーチで、まあ、ここをこういう風にこうチャックになってて、まあ、中にこうおむつを入れて。おむつの枚数すごない？え、ちょっと待って、何枚入ってる？そんなことない。いや、そんなことない。1、2、3。そっか、びっくりした。このおむつ替えシートとかが入ってるからね。そう、今はおむつ4枚この匂わない袋とか。そうそう、匂わない袋、前も紹介した。これもあのおむつ替えシートで、これは何かの付録で付いてた、すごい軽くて簡単なやつなので。じゃあおむつ替えシート2つあるってことで間違いないでしょうか。2つあるっていうことで間違いないですね。こちらの方が軽い。じゃあこれ家に置いて帰りましょうか。そうね。で、このポーチのいいところは、このポーチ自体も、すごいポケットがいろいろついてて、中に内ポケット、ここもポケットだし、これもポケットで、今私はおむつ入れてるけど、まあ、あと何かあった時用のガーゼと、あとはウェットシート、お尻拭きシートをここに入れると、外からベリッてして、こっから出せる。へー。そう、実際は多分これつけなくてもいいんだけど、このままでもいいし、ポーチ自体はここが空いてるから。私はちょっと乾燥しそうな気がしたから、100均で買ったあの、おむつ替えシートの上につけるカバーという。機能的だね、これ。そうそうそう、そんな感じです。おむつ関係ですね。はい、はい、次が、いいよ。普通にこれは何だろう、膝掛けにしたり、あのブランケット、ベビーカーの時に膝掛けたり、ちょっとどっかで寝たって言ったらスロッと掛けて。冬は結構ボコボコのやつを使ってたんですけど、まあ春夏は結構こう涼しげな。これはね、友達から出産祝いでもらった。こういうのは、そう、おくるみとか膝掛けとか何でも使えるので、こういうのは入れます。あの授乳ケープ代わりにもなりそうだね、ここにこうバーイから。そうそう、なるとこれ薄いからギュッてできる。続きまして、あ、ミルクセット。あで、私は外出の時のミルクセットは今、水、これは水ね。そう、水とお湯、熱湯を入れて。めっちゃいいサイズ、これすっごい。で、これ私はこのラクラクキューブっていう、私も使ってた。これはあのいわゆる粉ミルクが 40ml 分が塊に固形になってて、で、それ分を哺乳瓶に入れて、これはね、持ち歩きめちゃめちゃ便利。めちゃめちゃこれ便利。あ、途中ちょっと使ってる。いい感じ。ちょっと使って残ったらこうやってこうピシッと止めてます。使ってるのがよくわかった。でもこのサイズ感の魔法瓶めっちゃいいね。私もっと大きい魔法瓶持ち歩いてて重たかったもん。そうそうそう、だから外に行くときはこれが外でのミルクセットで、私はこのサイズ感がすごいおすすめ。誰か買うのってずっと突っ込みかけた時はあったけど、突っ込みかけたんやけど、めっちゃ便利。これがちょうどこれぐらいで多分一
回のミルク分がいけるから頑張ったら2回分、うんうんうん、そなんとなくいつもミルク外でミルク作るときは哺乳瓶にこのキューブのミルクを入れて半分がこの熱湯、うんうんうん、まあ、ちょっと冷めてちょうどいい70度80度ぐらいに多分なってるんじゃないかな、うん、熱湯で入れて溶かしてその後この湯冷ましの水で割ってちょうどいい温度にするっていう、うんうん、じゃあ水道がなくてもこのテーブルの上でクジャクジャってやって、うん、そのまま結構コンパクトでいい感じ。そうね、これとこれ見つけた時どんだけ嬉しかったか。よかったね。100均と300均いい買い物。これはね100均いいと思う。300均結構こうミルクグッズで重くなるっていう人は多いと思うので。私そうやった。あと哺乳瓶もやっぱもう一個持ち歩いてた。そういやだからこれから長時間になるともう一個いると思う。いるよね、消毒できるから。だから家ではガラスの哺乳瓶も使うこと多いけど、外ではやっぱりプラスチック。いいラインナップだね。いい感じよ。いい感じ。いや今のところ多分無駄ない。え？何なん無駄ありそうって。無駄ありそうなマナーやけど大丈夫よ。次は何かあった時の着替え。あいる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 。私はねとにかくこのジップロックというかこれが全部おすすめで、うん、これ系はねなんか多くない。ちょっと待って、なんか着替え多くない。違う違う、着替えはまずこれだけ。なんかちらっと見えたけど着替えは今の時期は、まあ、インナー、肌着、ユニクロやろ。ユニクロユニクロはやっぱり暑い時期には暑い時期のもの。でこれベビーのものユニクロ最高やからね。これはねちょっとこう夏用の骨通気性がいいメッシュボディースーツというか肌着、うん、で洋服2種類入ってる。それはインナーが2種類。こっちからこれはこれもユニクロだけど、これはもうちょっと夏用というか普通の生地麺夏用の生地じゃなく普通の麺の生地であの袖もついてるバージョンで、最近ほら暑くなってきたから、うん、汗をすごいかくね、かく時のために肌着ちょっと1個多めに入れてます、うん、で、これは普通の服ね。これ私のおすすめよーく着てすぐ着てる、うん、普通のロッパーのやつ。これはネットで買ったベルメゾン。わかる。いや、分かる。いいよね、ベルメゾン。結構使えるのよ。生地もしっかり良くて安くていい、ね、そう、なんか生地もしっかりしてるし、うん、レビューとか見ながらこう、あ、生地どんな感じかなとか使い勝手いいかなって見ながら選ぶと、うん、意外にいいのが多いのでおすすめ。で、まあ、寒かった時の靴下って靴下、うん、で、次は赤ちゃんといえば絶対いるのがスタイとガーゼ、はい、あ、そういうことか。いいよね。うん、うちの子がよだれが結構すごくて、夕食ね、そう結構スタイを頻繁に変えてて、で外に行った時も使えるようにスタイを、まあ、かわいい。あでこれ自分で作ったやつ。あこれはね、あのなんていうの、パッチワークみたいな。何生地か使って、そういろんな生地を使ってパッチワークにしたやつと、まあ3枚入ってます。いいと思います。私もスタイめちゃめちゃ持ち歩いてる派やったから。あとスタイ変えるとなんか写真映えが変わる。あ、そうそうそう、なんかおしゃれアイテムとしてもスタイはたくさん持ってる。そう、同じ服でもスタイ違うだけで、そうそうそう、印象変わるよね。じゃあこれも無駄なしと。で次はガーゼ。うん、ガーゼも多いね。スタイと同じく何枚あってもこと足りないというか、何枚あってもいいっていうガーゼ。うん、うん、かわいい。かわいいでしょ。これあのちょっとリモアリモアだ4枚かな。あ、ちょっと多めやけど、まあ心配性ママは4枚ぐらいいるかもしれない。そう、だってちょっと何かほら、よだれが出たとか、ちょっと何かといるやん。よだれ以外出てきてるんだけど大丈夫。で、次は、あ、一応何があるか分かんないから、母子手帳。あー、がそれはいいね。母子手帳とか、ちょっとした保険証とか、うん、そういうものは一応外出するときは持ち上げてます。これも、たまごクラブとかそういう雑誌の付録。すごい。あ、いいね、この。ジップロックの予備のこれは汚れた服とかスタイとかを入れるように。ちょっと今出さんつもりで隠してたよ私が見つけたよ。いやでも汚れたやつを入れるちょっと多かったかもしれへんけど、汚れたものを入れるように隠したんでいいや、ここ並べてよ。汚れたものを持ち帰るようにちょっと多めにこういうバッパックが入ってます。あとはまあ今の時期すぐ消毒できるように、普段結構もうバッグの外につけてすぐ消毒でできるようにつけてることが多いから。次、除菌用のウェットシート、うんうんうん、ちょっと
した何か座るとか。ガーゼの追加が出てきましたよ。出てきましたよ奥さん。ガーゼの追加。いやパッて2つ取れた方がいいから、いろんなとこに入ってるかもしれない。あ、ここだと1手も2手もいるから出てきましたよ。はい。で、あとは、まあ、ちょっとした時用の、あの娘用のおもちゃ、うん、まあ、カサカサするものとかがやっぱり喜ぶのと、いろいろおもちゃっていう、そう、まだやっぱ色がはっきりしたのが喜ぶし、これはまあ可愛いし、うんうん、この辺を持ち歩くことが多いかな。わー、盛り上がってきた。つけるのが可愛いかな。なんかまだ見えるけど、これは寒かった時用のレッグウォーマー。あ、これはちなみにこれはフライングタイガーで買ったの。この袋めっちゃ好き。フライングタイガー可愛いよね。であとはベビー用の日焼け止め。あ、なんか赤ちゃんもやっぱり最近紫外線が強いから、うん、大人用のやつは刺激が強すぎるので、赤ちゃん用のやつと間に残ってるもんないかも。保湿のクリーム。暑かった時のセンスができた。センスもいる。これめっちゃ使う。あ、そうだ、ね、結構暑がりやからこうやって仰いであげる。これは自分用のタオルね。自分の汗拭く用のタオル。なんだろう、すっごい使いやすくて便利だけど、私みたいに心配性ですぐ物を入れてしまう人は危険かも。確かに、どのポケットにどこに。またガーゼ出てきました。あとこれ絶対いるよね、お尻拭きね。ウェットシート、おむつ替えの時とは別でちょっとした汚れたとか、もう赤ちゃんの時から幼児の時からずっとこれはいるね。ずっといるよね。それは入れてます。はい、調査したところそれで最後だったと思います。おばなかなんち。はい。どう？でもどう？まあ、ガーゼは多いかな。もうこれ丸ごといらんかなぐらい十分ガーゼだと3枚あるでしょ。確かにね。ガーゼがちょっと多かったと、何、おむつ替えシートが1個多かったのと、あとまあインナーはまあまあいいか。こんなもんか。1時間のつもりが意外と買い物したりなんなりで伸びたっていう時に、あれがあった方がってなると ね、ついなくて困るルールはあった方が安心するもんね。しかもまだ外出初心者なので、だんだん赤ちゃんとの外出が増えるにつれて、こう、あ、これはいらないかもとか、これぐらいでいいかもって省いていけるんじゃないかなと思っております。頑張ってますね。いいね。リアルね。いい感じ。参考になると嬉しいです。はい、一番濃いになると思う。本当？うん。ね。いやー、これでプラス自分の荷物も多いタイプやから。ほんまや。確かに自分の財布や自分のなんやで赤ちゃんなんかしていってたら、そう。大ごとやね。カバンは軽い方がいい。うん。それは絶対。じゃあまた。